赤き勇者よ、魔王バラムスを倒してまいれ。この日のためにお前を勇敢な子に育て上げたつもりです。亡き父の意志を継ぎ、魔王バラモス討伐を目指す果てなき冒険の旅が今始まる。ドラゴンクエスト3、そして伝説へ。始まりの地アリア藩、ここは旅人たちが仲間を求めて集まる場所、ルイーダの酒場。ついにこの時が来たのね。攻めと守りのスペシャリスト戦士、豊富な呪文で敵を圧倒する魔法使い、頼りになる癒しの使い手僧侶、さらに魔物のような特技で多彩に戦う魔物使いなど、さまざまな職業のキャラクターがあなたを待っている。職業を決めた後は、見た目、髪色、声を自分好みにカスタマイズ。あなただけのパーティーを組んで、いざ冒険へ出発。フィールドやダンジョンではモンスターとエンカウントすることでバトルがスタート。職業やレベルに応じて習得する呪文や特技を駆使して、強敵と熱いバトルを繰り広げよう。さまざまな敵を打ち倒し、パーティーを強化していこう。この世界のどこかにあるというダーマ神殿では、レベル20以上の仲間を別の職業に転職させることができる。転職すると前の職業で習得した呪文や特技が引き継がれるため、さまざまな職業を経験することで使える呪文や特技がどんどん増えていく。さらに特定の条件を満たすと転職できる賢者という職業も。転職を活用しながら仲間を育て、最強のパーティーを目指そう。HD2D で描かれる広大な世界、フィールド、町、城、洞窟、海など、さまざまな冒険の舞台を巡り、あまたの事件や試練を乗り越えよう。冒険の先ではお宝や旅に役立つアイテムが獲得できることも。おや、モンスターが。冒険の道中、魔性が消えておとなしくなったはぐれモンスターに出会うことがある。そんなモンスターたちを保護し、モンスター同士が競い合う戦いの殿堂、モンスターバトルロードに出場しよう。すべての試合を勝ち抜くと、ランクごとに特別なご褒美が。さまざまなはぐれモンスターを見つけて、各地に点在するバトルロードの制覇を目指そう。オルテガから受け継いだ勇気を示してみせよ。今まさに封印はほどかれた。許してくれよ。ねえねえ、それさ、行ってらっしゃい。果てなき冒険は勇者の伝説を紡ぎ出す。すべては仲間と、受け継ぎし医師と共に。ここから始まるロトの物語、ドラゴンクエスト3、そして伝説へ。2024年11月14日発売。